ねえねえ兄ちゃん、やっぱセクチーが吹いたんじゃない？みんながマミに熱い視線を送ってるんだよ。他のダンスも上手くなったよ。それからマミがお色気大作戦に失敗した話をするとみんなすっごく笑うんだよ。もうドッカンドッカンの大受け。え、どういうこと？マミがりっちゃんの洗顔フォーム毎晩こっそり使ってるのと関係ある？はーい、アミにもそう言っとくね。で、なんでマミは大人気になれたの？胸からミサイルが出ないんだよ。やっぱ博士の改造待ちかな。遠くにいた。マミ、前より遠くがキレキレになったの？屋上で牛乳ガブ飲みしても全然お胸が大きくならなかったことも。ポールでダンスやろうとしてぐるぐる回ってたら棒が折れちゃったことも。あずさお姉ちゃんのお風呂兄ちゃんと二人でウハウハ覗いたことも。最初の狙いと違うとこで大当たりしちゃったんだね。じゃあ兄ちゃん、これからはセクチーアイドルじゃなくておしゃべりアイドルに乗り換えた方がいいの？ラジオだよ。そうだよね。最初に決めたことを変えちゃうなんてよくないよね。マミはマミのやり方で一番目指しちゃうやん。それでこそマミだってアミも言ってくれそうだし。